Good morning, everyone, and enjoy your day. Kronos Headline News。11月13日月曜日、時刻は6時を回りました。おはようございます、中西哲夫です。おはようございます、高橋真理恵です。東京 FM のスタジオからお送りする中西哲夫のクロノス。まずは今朝押さえておきたいニュースお伝えします。イランとの国境に近いイラク北東部で12日夜、マグニチュード 7.2 の地震があり、現地のメディアは死傷者が出ていると伝えました。ASEAN の首脳会議の議長声明に、北朝鮮の核・ミサイル問題に重大な懸念を示す表現が盛り込まれる見通しであることが分かりました。安倍総理はマレーシアとインドネシアの首脳と会談し、北朝鮮に対する国連安保理の制裁決議を完全に履行する方針を確認しました。世耕経済産業大臣は東アジア地域包括的経済連携について年内の交渉妥結を断念する方向という見方を示しました。人類に類まれな貢献をした個人や組織に贈られるマザーテレサ社会正義賞に、建築家の坂茂さんが日本人で初めて選ばれました。さあ、イラク北東部で大きな地震がありました。この後も情報入り次第随時お伝えしていきます。クロノス、お送りしたのは嵐でハピネスでした。11月13日月曜日、時刻は6時6分回っています。東京半蔵門、東京 FM のスタジオからお送りしていますクロノス。さあ、高島礼さん、お帰りなさいませ。ありがとうございました。もう顔がもう満面の笑みで、もう朝から充実のこう休みを過ごしたのが伝わってきますよ。とんでもございません、中西さん久しぶりに。素敵ですね。あ、なんかすごい優しいよいつまで届くかなはい、ということでこの時間半蔵門1週間ぶりなんですけど、はい、あのお日様出てくるの遅くなりましたね。そう、まだね、高橋さんいない間に、ね、結構遅くなったんですよ、ね、今日東京日の出6時15分ということですが、今日全国的に見てもお天気ちょっと下り坂のところ多くなりそうです、ね、あのやっぱり乾燥もね結構ね進んでいて、加湿器つけないとそろそろね皆さん喉の方もねこうイガガしてきますから、寝るときはできれば加湿器を、ね、つけるのはいいかもしれませんね。はい、さあ高橋さん、今朝のメッセージテーマは、はい、今日は7時からのウェイクアップニュースのコーナーで、今日から本格的に始まるマイナンバー法の情報連携制度についてお伝えします、うん、ということで皆さんにもマイナンバー、数字ですね、数字にまつわるお話聞いていきたいと思います。テーマはマイナンバー私と数字、はい、まあ、あの車のナンバープレート、あれにこだわりがあったり、うん、ラッキーナンバーがあったり、皆さんの数字エピソード教えていただきたいんですが、あのスーツケースのね数字の並びを忘れてしまって、あるある、これ、うん、うちの母大変なことになったですとか、あの失敗談もねぜひ教えていただければと思いますが、はい、中西さん何かありますか。僕はもうずっと中学生の時から背番号は14番で、プロでもずっと14番だったんで、14、野球じゃない違う違う、それ沢村エイジや沢村エイジや、それはそっか、そうなんですね。あ、まあ、ちなみにあの14っていうとクライフっていう有名なサッカー選手がいて、その選手から取ったんじゃないかって言われるんですけど、実はうちのお父さんの草野球チームの背番号が14番だったんで、僕14番にしただけなんですよ。お、そこがスタートです。結構大事な数字ですね、14で。やっぱりね大事です、僕にとっては。はい、ぜひ皆さんも数字のエピソード教えてください。クロノスの番組サイトメッセージフォームからメッセージお待ちしています。さあ、それでは全国の天気、高橋さんお願いします。今日は高気圧が日本の東の海上へと離れます。沖縄雲が多く、夜遅くは雨が降るでしょう。九州や中国地方、四国は晴れますが、昼頃から雲が多くなり、夜は雨の降るところがありそうです。近畿や東海、北陸はおおむね晴れ、関東も晴れますが次第に雲が多くなり、夜雨の降るところもあるでしょう。東北はおおむね晴れ、北海道雲が多く、南西部では広く昼頃から雨となりそうです。変わって東京の天気です。今日の都心、天気ゆっくり下り坂です。日中この後雲の多い天気となり、夜遅くなると雨の降るところもあるでしょう。お帰りが遅くなる方、折りたたみの傘があると安心です。
現在の都心の気温は 8.0 度、寒い朝となっています。最高気温は15度の予想。今日は日差しが少なく空気が少しひんやりとしそうです。暖かくしてお過ごしください。 Chronos。さあ、それではメッセージいきましょう。今朝は皆さんにマイナンバー私と数字を聞いていきますが、まずは仙台市の青ジャージさん、30代男性の方。僕は大学卒業してからも学籍番号を愛用しています。うーん、ありましたね。いやー、あれも昔はよく覚えてたけども、なんか最近忘れちゃったな、覚えてます？全く覚えてない。覚えてないですか、うん、学籍番号がルールで、割り振りが決まっていたらしいんですが、大学を卒業してからもその割り振りルールが分からなくて、あまりにランダムな数字の並びで便利なので、会社の自分のパソコンの暗証番号に使っていますと。まあ、こういうふうに使い始めると多分社会人になっても学籍番号を覚えてるでしょうね。うん、そしてもう一つはですね、モッヒーさん、この方、あ、この方も宮城県だ。私にとっての数字は3です。誕生月が3月、中学生の時は3年3組33番。すげ え、これ結構すごいですね。子供が3人、娘の受験番号3303、かっこ合格しています。ただ数字が並んだだけですが、人生において3に縁があるように感じてしまい、特別な数字ですと。いや、運命感じちゃいますね。こういうパターンは結構やっぱり運命感じますよね。そしてこちらもう一枚違う、アメドリさんです。川口市の方、埼玉県。私は巨人やヤンキースで活躍した松井秀喜さんのファンです。もちろん以前の次回予想は55番、うん、ゴルフの貴重品ボックス、あ、わかるわかる、ゴルフのナンバーなどつい55を探してしまう自分がいますと。そう、ゴルフ場も結構ね好きな番号選んじゃいますからね。時刻は6時13分です。東京 FM トラフィックレポート。道路交通情報センターによりますと、首都高三郷線上り加平を先頭に断続的に三郷ジャンクションまで渋滞、川口線上り鹿浜橋を先頭に断続的に川口ジャンクション、5号上り板橋ジャンクションを先頭に断続的に高島平、3号下り三軒茶屋で2キロ、両国ジャンクションを先頭に7号上りは2キロ、6号上り1キロ半渋滞です。鉄道各線平常運行です。トラフィック次は6時49分頃です。ではメッセージいきましょう。ドリームスカイウォーカーさんです。川崎市宮前区の方。私のマイナンバー誕生日の9月11、911です。なんとなく時間見ると時刻が9時11分を指していて運命を感じます。これもありますよね、時計見て。例えば高橋さんだったら10月4日だから10時4分見たら思いますよね、やっぱね。さあ、それではメッセージいきましょう。札幌のノンパパさんです。札幌も今日寒いだろうな。最高気温10度でしたけども。さあ、マイナンバーと私と数字、今の車のナンバー、子供にとっていいパパであるように1188で登録しています。これいいですね。そしてマリエさん、お帰りなさいということで。高橋さん、なんか自分がこの番号って選ぶ番号だったら、あのよくこう居酒屋さんとかに行って下駄箱に入れるは、自分が10月4日なので4日の4を探します。あ、4を探す。そう、なかった時は残念。残念だったらどうするんですか？残念だったらもう適当ですけど、できればこう友達と混ざっちゃうんですよ、鍵が。あ、でわけわかんなくなっちゃうので4があるといいなと思って。末尾がね、こう4っていうのが実はナンバーだと、ラッキーナンバーだと。で、この方はですね、空豆さん、練馬区の方。これもすごいな。マイナンバーは710、うん、語呂合わせで納豆、710ですからね。納豆大好きで冷蔵庫に必ずストックし毎日食べていますと。そんなこんなで入籍も7月10日にしました。すごい。こんなに安直、そのパターンは初めて聞きました。こんなに安直で、しばらく義理の両親にはこの日を選んだ理由を打ち明けられずにいましたが、この日にしてよかったなと思っていますと。結婚してもう10年以上経つからというか、もともとは主人は記念日を忘れていますが、インパクトがあるので逆に覚えてくれていますと。納豆、はい、友達で覚えてくれている人もいて嬉しいです。あ、確かにそういうのありますね。これで僕らも覚えちゃったんじゃないかっていう、ね、確かに、おめでとうございますと。納豆というのをね、これもいいですよね、語呂合わせもね。
東京 FM のスタジオからお送りしています、中西哲夫のクロノス。さあ今朝は皆さんにマイナンバー、私と数字を聞いています。まあ誰でもね、数字に関してはこだわりがあるはずなんですけども、まずハルトさんです。秋田県の由利本荘市の方。中西さん、おはようございます。おはようございます。2年ほど前に茨城県のディーラーから中古車を買い、今日は茨城の日ですよね茨城の日なんだよね、11月13日ね。茨城県のディーラーから中古車を買い、こちらで新しくナンバーを取得したんですが、その数字が3396、三山九郎やっぱこういう番号になると大丈夫かなって思っちゃったりしますけどね。こう車のナンバーってね、やっぱ語呂合わせにしますよね。まあ、僕はずっと14番なんで14なんですけども、はい。FM 大好きゆうひさんは長崎県佐世保市の方。お、ビハーレ長崎、小学校おめでとうございますね。私の嫁さんの名前がひさよなので、車のナンバーを134にしました。皆さんからはよくなんで123じゃなく134なのと聞かれます。話すと納得してくれます。そうだよね、123ならわかる。うん、ひさよ134、これもでもね、ツッコミどころ満載でいいじゃないですか。スラッガーさんは宇都宮の方。私のナンバー5です。小学校から高校まで続けたサッカーで右ハーフ、当時はミッドフィルダーじゃないね、ハーフでしたね。うん、やることが多く5を多く背負っていました。数字を選ぶときは5、飲み物を振って飲むときも5回。あ、そういうあ、そうか、振るのも5回なんだ。うん、それも結構面白いですね。トトちゃんです。北海道の方。ナンバーということなんですけども、うちは結婚記念日が9月9日、救急の日。あ、9月9日ってね、朝陽の節句ですから、まあいい日ですよ。スマップのデビュー記念日じゃないですか。僕9月8日生まれなんで、翌日がスマップさんのこうデビュー記念日なんですけど、それ僕も覚えてるんですけどね。で、2人の娘たちは1月10日、1月19。あ、そっか、110番と119番だ。なかなかうまく生まれ、とても覚えやすいです。あ、すごいね、110番119番。赤いカバンさん、数字で失敗。クレジットカードの暗証番号、誕生日などは避けた方がいいというので関係ない暗証番号にしました。あるある、これよくあるよ。ただ現金派の私なので、クレジットカードを使おうとした時に関係ない番号を設定したので思い出せず、いまだに思い出せていないんです。これはね、なんとかいい方法ないかっていつも思いますけど、自分が新しく設定した番号ってなんか覚えないですよね。時刻は6時53分です。東京 FM クロノス、この後7時台はマイナンバー法、今日から本格的に始まる情報連携制度について、そして20分からは野菜のブランディングについてお届けします。月曜日です。今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は6時58分です。今日は都心日中雲の多い天気となり、夜遅くなると雨の降るところもありそうです。お帰り遅くなる方、傘をお持ちください。最高気温は15度の予想です。今日も気をつけていってらっしゃい。車買い取りならオートバックス。なあ、買い取り出すのどこがいいと思う？その話今しなきゃダメ。なんで？だって今7時です。クロノス、中西哲夫のクロノス、お送りするのは欅坂46、風に吹かれても。欅坂46、風に吹かれてもお送りしていますが、この欅坂46、 AKB は48、 V6、 マルーン5、フィフスハーモニー、アーティストの名前にも数字入ってたりしますよね。さあ、メッセージ行きましょう。今朝皆さんにマイナンバー、私と数字を聞いておりますが、山子さんは東京の町田市の方でございます。数字と聞いて最初に思い出したのは、電車の切符に印刷された4桁の数字。ああ、高橋さん、ああですか。
ありましたね。っていうか今もうスイカでほとんど切符買わないから、でも子供の頃って必ずこう端に4桁の数字ついてたじゃないですか。ありましたね、うん、でそれを四則演算、足し算引き算掛け算割り算で10にするという遊びやってませんでした、うん、やってなかったなんだやってないか。僕はやってましたよ。なるんで絶対なるんですか。いやならないならないならないものあるんですけど、なるといいな、うん、みたいな。あ、なるほど、ね、例えば 1,2,3,4 だったら、はあ、1,2 足してで 3,4 足すと10じゃないですか、はあ、そしたらおよしできたみたいな。あ、なるほど。そういう遊びを結構ね、この方は塾に行く途中の電車の中で友達と競い合ってましたと。へー。僕はあのサッカーの、あの練習に行くときに、うん、必ずその切符でやってましたね。あ、本当ですか。切符昔カチャンって切られてましたよね。そんで、そう切られてましたその時代もありましたね。懐かしい。クロノスをお聞きの皆さん、そして中西さん、マリエさん、おはようございます。夕方5時から放送、ラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。マリエさんも先週ハワイを満喫されていたみたいですが。あ、ハワイに行かれてたんだ、うん、どうだったんだろう。まあ今週はいろいろ、特に今日はマリエさんのハワイトーク、アロハトーク、いろいろね繰り出してる頃だと思いますけどもね、いろいろお話を教えてくださいということで、今日のスカロケは浜崎くん、先日ニューアルバムをリリースしたホフデランが登場、いろいろお話を伺っていきます。放送お楽しみに。スカイロケットカンパニーは夕方5時から。今日もお仕事頑張ってください。もうアロハトークですよ。マハロいい感じ悪いですね。ごめんなさい。いやいや、朝親指と小指をこう立てて指を小指指を回されちゃってね、アメリカンホームダイレクトかと思いました僕。違いますよ。違う。だからじゃんじゃないですね。違うか。そっちじゃ、違ったんだ。そっちじゃないですよ。そっちじゃないのか。はいはい、トマホークリブアイって知ってます？知りません。何それ？すごい斧みたいな形がしたリブステーキがあって、それを目当てに行ったんですけど、はい、トマホークリブアイって名前すごいじゃないですか。トマホークぐらいの大きさがありましたか？でもね、でかい肉のトマホーク。600g 完食。まあ美味しかった。ごちそうさまでした。食べたんだ。全部食べたんだ。マハロ。いやいやいや、あの高橋さんに今日あのお土産皆さんいただいてね、あの僕 T シャツいただきまして、着ていただいて、あのさっき撮った写真が Facebook にも Twitter にも載ってますよかったら見てください。マハロな感じになってますから、ね、はい、もう仕事モードにしますか。大丈夫ですよ。もう仕事モード戻りましょうか、はい、大丈夫です。メッセージ先ほど切符の話しましたね。はいはいはい、ちょうど、この切符のこう4桁の数字を足したり引いたりかけたり割ったりして10にするって話してました、うん、はいはい、あのね、続報でメッセージ来ました、はい、バルトンさん27歳会社員、神奈川県の方、はい、先ほど切符の4桁の数字四則演算して10にするというのありましたが、うん、私が小学生の時は両サイドの数字が同じ場合、中の2桁が好きな人との両思いの確率という占いをよくやっていました。え、何それ。例えば数字が6456だと、まあ、左と右の数字一緒ですね、6と6で、うん、間の 45% の確率で両思いということです。しかしながら小学生の頃気づかなかったんですが、この方法だと絶対に 100% はありえないんです。そうだよね、99は限界だよね。そう、100はない。そう、女子はそういうのしてたんだね。え、男子はその 10にするのやってましたよ。切符、うん、ネタっていっぱいありますね。いや、今度切符ネタでメッセージでもやってみようか、ね、うん。時刻は7時57分回っています。今日の首都圏なんですが、ゆっくり天気下り坂に向かうということで、夜遅くに雨が降る可能性ありますから、帰り遅くなる方は折りたたみ傘があると安心となります。今日最高気温東京15度までしか上がらなくて、今日はね寒くなりそうですね。今週は、はい、今週 2,3 日ごとにちょっとお天気変わりそうですね、うん、明日は雨が降ります、はい、でその後水曜日から金曜日晴れ間が見えますが、土曜日再び雨が降って、日曜日は晴れるという感じです。で気温ですが、木曜日金曜日最高気温14度と少しね低くなってきますので、体調管理気をつけてください、まあ、だんだんね気温も下がってきてますからね、本当に加湿器をしっかり焚いていただいて暖かくしておりかけください。さあ、今日11月13日皆さん何の日か知っていますでしょうか。なんとあの茨城県民の日です。おー、クロノスのプロデューサーは茨城県民です。そうですね、
今日は強制的にこれを取り上げろと言われております。あ、そうだった。いや冗談銀座にあるアンテナショップ茨城マルシェはですね、今日でちょうど5周年ということで、名産品を詰め込んだ福袋を1113円で先着50個販売。11月13日だからね、でお買い上げ2000以上で茨城のポテチやおせんべいをプレゼントなどなど、お得なフェアを開催中ということで、で、実際、茨城県ではですね、関連施設で入場料無料になるところや、多くの施設でイベントなども行われるということで、例えば、バラの名所として有名。ここ、綺麗ですよね、茨城県のこのフラワーパーク。60万個のイルミネーションが幻想的に輝くということで、年に一度のね、こう、茨城の日ということですから、今日、東京でね、この茨城のマルシェに行ってもいいですし、銀座にありますけど、そして銀座フラワーパークに行くのも良さそうです。今日は寒いです。そして折りたたみ傘を持って気をつけていってらっしゃい。車買取ならオートバックス。見積もり以来のお電話しようかな。もう少し後にしたら。なんで。だって今8時です。時刻は8時21分回っています。今日は皆さんにマイナンバー私と数字を聞いておりますが、では行きましょう。ラジオネーム水曜日の雨女さん、板橋区の方。はい。私は記憶力が本当になくて特に数字が覚えられません。はい。買い物をしても一応値段を見て買いますが、買った後それがいくらだったか覚えていませんが、仕事のこととなると実に細かく覚えています。はい。不動産業をしていますが、あのマンションは何号室と何号室が空いていて、それぞれ家賃がいくらかとか、あのマンションのオートロック番号は何番とか、そういうことは脳にこびりついて離れません。我ながらすごいギャップです。え、なんでですかね。なんで興味がない、覚えようとしていない。仕事に対してはストイックなのかもしれません。仕事だとできるけど、ね、私生活だとまあいいかなみたいなね、まあ、その辺のオンオフの切り分けがうまくできてるんですかね。いやでもその記憶力すごいな、そして旅マロさんはですね、こちら埼玉県所沢市の方なんですけども、数字といえばロト6、同じ数字を7年近く買い続けていますが、なかなか高配当には結びつきません。今後も気長に続けていきたいと思いますと。これやっぱり長く続けた方がいいんじゃないですか。もしもね、違う数字を書いて、そう、もしそれが当たりになった瞬間にこの立ち直れない、この残念感半端ないでしょ、ね、あと高橋さん競馬やるじゃないですか、競馬やる時に数字とか気にしてます。気にします。あのもう迷って分からなくなった時は、はい、今日の日付とか、その日ゲストで来る方の誕生日の日付とかを枠で買ったりすると、意外な当たる時もある。結構ある。そうなんです。じゃあ真面目に予想するのはどうなんだっていう真面目に予想してるんですけどね、してる上でね、そうそういうのも入れていく。そう、なるほど東京 FM 中西哲夫のクロノス、お送りしてるのはクロノス。11月の通勤応援ソング、勇気フラッグを立てろ。さあ今ロボットの話しましたけど、まあね、進化することは嬉しいし、我々の生活豊かにしてくれるかもしれませんけど、ちょっと怖さもね。なんか新しい分岐点な感じしますよね。新しいそのロボット向けの倫理だったりルールが必要だし、それをしっかりしないと、こううまく私たちは共存できないというか、そういう時代なんだなという感じしましたよね。いや、この問題はね、話は尽きないと思うんで、またね、クロノスを取り上げたいと思いますね。さあ、この後は、住吉美希さんのブルーオーシャンです。おはようございます。おはようございます。まりえちゃんお帰りなさいませ。ただいまでインスタですごい気持ちよさそうな。あの写真見て。ゆっくりさせていただきます。でもなんか、一緒に癒されました。ああ、よかった。ありがとうございます。リフレッシュして、また今週もよろしくお願いします。お願いします。ブルーオーシャン、今日はですね、オフィシャルヒゲダンディズム生演奏がございます。楽しみです。メッセージは、それにちなんで、ヒゲ、どうですか？中西さん、ヒゲ生やしてることないですもんね。最近ね、ちょっと生やしてます。あ、本当？白髪が、まあ、増えてきたんで、多少してもいいかなと思って。へぇ、はい、じゃあ、いずれ、ジョリジョリしに行きます。すごい、それ。すごい宣言だ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここまでのお相手は、中西哲夫と、高橋まりえでした。今日も素敵な一日を。